どうも、執行部長のマイケルです。今日はね、色彩構成だったんですけど、早速やらかしましたね。これですね。まあ、この質感表現僕よくやるんですけど、まあ、今日はモチーフが金平糖だったんですね。まあ見事にはまりませんでしたね。 まあこのメインが良くないと他のところもちょっと手を出せないみたいなところがあって、まあ今回はちょっとダメダメでしたね。まあ、本番こういう失敗してる人いるんで、まあ僕も現に結構そういう失敗やるんで、参考にしてこういうことはしないように、まあ反省してください、しっかり。まあ自分に言い聞かせてます、今回は。はい。3日目、このリアル美大受験密着の 企画 まあ受験フェスですね。3日目なんですけど、まあ本当に受験生ってすげえな。美大受験生はすごいです。本当にしんどい。まあ普通の一般大受験生も多分忙しいんだと思います。まあね、本当に毎日よくやりますよ。しんどいですね。で、しかも一日その何時間もかけて描いた絵が失敗した時で、結果講師の先生にですね、お世話になってる講師の先生に「まあこれ本番でやったらやばいね」言われたんですけど、まあその時は本当に、まあ、死にたくなりますよね。まあでもね、僕は七浪なんでね、ポジティブ七浪浪人生なんで、はい、これ絵の具を持って帰ってきて、まあ家で何かしらの練習をね、していきたいと思っております。まあ空き時間を利用してって感じですけど、ちょっと仕事、絵の仕事とかも入っちゃってるんで、そんなにいっぱいはできないと思うんですけど、やっていこうと思います。でですね、今日はですね、色彩構成した後に、飲み会って言ったらあれなんですけど、かつて過去の動画に出たことがある、たまびのグラフィックデザインの大島翔太くんと今日は飲みに行ってきたんですね。まあ普段はその付き合いの飲み会とか絶対行きたくねえんですけど、まあそういう飲み会はね、将来ね、何か一緒に面白いことをしていく仲間との飲み会はね、時間を割いてでも、受験の時間をね、切り裂いてでも飲みに行くんで、そういう時は。はい、面白そうな人とかね、飲みに行きたいですね、いっぱい。で、新しくですね、大島くんの作品というか、最近作ったものを見せてもらってきたんで、ここで紹介したいと思います。まずこちらですね、ポケモンですね。これはまあ大島くんの友人に誕生日プレゼントとしてあげた絵らしいんですけど、まあその友人というのがブラッキーが好きで、まあその友人の彼とブラッキーを一緒に描いてあげるという、まあこれもらったら超嬉しいですよね。本当にいいプレゼントですね。これ羨ましいです。そしてこれゴーストタイプのポケモンですね。ちょっと新しいポケモンいるんで名前とかわかんないんですけど、まあこれ可愛いですよね。普通に欲しいです、家に1枚で。はい、次これですね、写真です。彼が撮った写真、授業でやったらしいんですけど、写真をね、製本したらしいんです、課題で。これめちゃくちゃかっこいいですよね。本当に楽しそうでいいなって思いますね。たまびのグラフィックデザイン。まあ2人だけじゃなくてもう1人いたんですけど、まあシャイなんで、そのもう1人のまあ A さんということで 名前を伏せるんですけど、そのグラフィックデザインの A さんと翔太くんと3人で今日は飲みに行ってきましたね。はい、いい気分転換になりました。まあ、ということでね、明日からもじゃんじゃん試験の対策をしていきたいと思いますので、今日はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。バー。